飯田橋ガジェット研究室の渡辺です。今日はですね、山下シンセサイザーの新型ユニット、シンセスコープの、制作ということになります。まずパーツを確認しますね。恒例の透明の、アクリル板、これパネルですけど、それから、基板になります。基板はですね、横側にですね、別基板が2枚、実はついています。それを切り離して今成形しているところですけど、この小さい別基板はですね、発光ダイオードの照明用のですね、照明の発光ダイオードを取り付けるためのものですね。はい、でこれ出ました。非常に小さいパーツですけど、表面実装パーツというですね、非常に小さいパーツです。これを、今回その基板に、ハンダ付けするというのが、まあ、今回の、まあ、非常に大きい試みです。見てください、このね、米粒と大きさを比べてみても、ね、異常に小さいのがよくわかりますね。で今右側でそーっと、ピンセットで、位置合わせをしている。とりあえず初めてこれがですね、表面実装をやる初めてなんですよ。でとりあえず位置合わせをしてみて、次にフラックスをですね、基板の表面に塗ってます。フラックスっていうのはハンダの乗りを良くするための、まあ昔からある、液剤ですね。でこれをつけて、続いてハンダごてで、先に予備ハンダをしようというわけです。予備ハンダっていうのは、そこにですね、パーツをつけるときにあらかじめハンダを持っておくと、まあ、つけやすいということなんです。で今回使ったハンダはですね、ハンダと、ハンダごてはですね、温度調節がデジタルでできる、新しいタイプのハンダごてを使っています。今回350度にハンダを設定しています。350度っていうのは、まあ、ネットでいろいろ調べて、それが、まあ、表面実装に適しているということなんですね。で非常にその米粒よりも小さいパーツなので、それを見つけるためにこの、ルーペですね、メガネ型のルーペを作っています。メガネ型ルーペもですね、まあそこそこのものでいいんだろうと初め高をくぐっていたんですが、実は一番倍率の高い 3.5 倍でやっと使えるっていう感じでした。こんなに倍率がね、必要だとはね、初め思ってなかったんですよ。で今そのハンダごてでつけようと、考えてやってみてるわけですけど、倍率ルーペで見てるとですね、その予備ハンダをしたところで予備ハンダが持ってるわけですよね。その持ってるところにパーツを乗せるとですね、浮いちゃうんですよ、その予備ハンダで。であれこれ浮いちゃうんだなということに気がつきまして、で新しい秘密兵器クランプですね、ハンダ付け用ツールクランプというものを使いまして、上からパーツを押さえつけて予備ハンダで盛り上がっている部分を、ハンダごとで溶かしてピタッとつけようと、そんなことを急に考えてですね、クランプを使ってるわけです。実はこのクランプの使い方間違ってます。予備ハンダをした上でクランプを使って、パーツを押さえつけるっていうのはね、間違ったやり方なんですね。まあ、今回初めてやるもんですから、そこに気がつかずに今やってます。まあ、そのままとりあえずご覧ください。失敗しますので、どうしてもつかないんですね。つまりつかないというか、その安定しないで、ハンダごてで押さえようと思っても、結局その逆にクランプで押さえつけることがうまくいかないんです。で結局諦めました。で、クランプでクランプで部品を維持することを諦めて、ピンセットですね、ピンセットでまず、パーツを押さえる。これが実はクランプを使わない場合の表面実装のやり方になると思います。結果的にね、まずピンセットで、表面を、予備ハンダしたところに、パーツを置いて、もう一方の手で、ハンダを溶かして押さえつけると。どうにかこうにかつきました。はい。で、これついたところで、右側部分がついたので、反対側を今度、基板を反対側にして、要するに180度で展開して、もう反対側のハンダをつけると。今、ちなみにつけてるのは抵抗ですね。説明し忘れましたけど、抵抗をつけているわけです。で、先ほど右側つけましたけど、そこも念のためもう一回きちんとついているかどうか今確認しているというところですね。まあ、どうにかこうにかこれで初めてやった表面実装のハンダがつきました。はい、これご覧ください。
まあ、一応ついてますけれども今見るとちょっと判断盛りすぎですね。盛りすぎですし、まあちょっと汚い感じです。とりあえずでもついてるんでこれで成功ということになります。はい、続いてですね、今度はちゃんと先ほど使ったクランプですねを使って、もうちょっと容量のいい付け方でつけようと思います。まずフラックスをつけまして、フラックス先に塗っておくとですね、パーツを塗った時にそのフラックスの粘着性があって仮止めがしやすいんですね。そういう意味もフラックスを塗るということにあると思います。はい、とりあえず仮に置いたパーツの上からそっとクランプで押さえつけるという作業をします。はい、そっと乗せました。はい、これを拡大するとどうなるでしょうか。ちょっと見てみましょう。はい、拡大するとこんな感じです。R4 を今つけてますね。さらに拡大するとこんな感じです。はいはい、で一応これは固定されましたのでその右側をハンダ付けします。これは予備ハンダはしていませんがフラックスが塗ってあるという状況の中でのハンダ付けです。はい、これで一応仮付けしましたので、クランプは外します。クランプを外したところでもう一方のハンダ付けをします。もう本当にこれね、ルーペがないと全くできない作業ですね。もっとね、高級なルーペが欲しくなってます、今。はい、とりあえずつきました。はい、これですね。ちなみにもう一度、パーツですね。これは224ですけど、これが抵抗のパーツ。はい、これはちょっと別のパーツになりました。222ですけど。これを抵抗ですね。先ほどのアップの画像です。こういう形でクランプで押さえつけるということですね。これで、まず右側をハンダ付けしました。まあ、森もまあまあこんな感じでしょうね。そしてもう片側もハンダ付けしました。ここまでハンダ盛らなくても十分ですが、まあうまくつきました。同じように今度はですね、抵抗じゃなくて今度は IC です。はい、これもつけました。この場合は8本のピンの1番ピンをまずつけて仮止めしてから取り付けます。そしてこれが、発光ダイオードですね。これは向きがありますのでより難易度が高くなります。発光ダイオードもこれは向きを注意して取り付けるということですね。続いて、マイコンですね、取り付けることになります。これは STM32 という、システムですね。これを、表面にですねピンソケットをまずハンダ付けしまして、そのピンソケットにですね L アングルとピンヘッダーで、基板に取り付けていくという作業になります。ピンがですねやや長すぎて、基板からはみ出している感じなんですね。なので今あったように、少しカットしてですねピンが、基板からはみ出さないように、今レイアウトしてます。これもやはりその一番端っこのピンをそれぞれ取り付けて位置決めをしてから、それぞれのピンのハンダ付けをしていくという感じになります。ここのハンダ付けではですね、ハンダごての温度を400度に上げました。というのはこの放熱してですねこういう大きいパーツをつけるときっていうのは熱が逃げていくので、大きいパーツのために温度を上げて400度でハンダ付けしています。引き続き LED のディスプレイですね、を取り付けています。この取り付けがですねいろいろとその間にスペーサーを入れたりして工夫されてますので、取り付ける際はあのようにですねマスキングテープかなんかで仮止めしながら、作業をすると、やりやすいです。はい、最終的なその判断の部分のチェックをやった後でですね今度はパーツは、ボタンとかですねそういう、外部パーツですね、そういったものを取り付けています。
ボタンの取り付けもですね、やっぱり同じようにこういうその、マスキングテープを使って仮止めをしてですね、位置合わせをしてから、メインパネルですね、これ、はい、このパネルとの合わせをですね、気をつけながら、少しずつハンダ付けをしていく方が、うまくいきますね。そうしないとパーツがそのパネルとですね、つまみというかそのボタンの部分が擦れてですね、うまく押せないようになってしまったりとか、いろいろそういう状況がありますので、常にですね、メインパネルとの合わせを確認しながら、取り付けていく、ハンダ付けしていくということになります。はい、ということで続いてですね、LED の照明のですね、サブ基板を作るということですね。サブ基板への電源は、メインの電源のとメインの、基板からですね、抵抗を介して、出力しています。でそれを、まあ、取り付けるということですが、今サブ基板の、LED を取り付ける作業をしていますね。先ほどもありましたけれども、 LED はですね、極性があるので、抵抗のようにまあ置いてすぐつけるというわけにはいかないんですね。極性を合わせながらつけると、でしかもサブ基板ですので、小さい、非常に小さくてですね、なかなか保持が難しいんですね。なかなかこう動いてしまうということで、だいぶハンダ付けに苦労してます。今から思えばですね、小さいサブ基板をですね、両面テープかなんかで仮止めして動かないようにして、その上で作業するともっと楽だったと思うんですが、この時にはですね、必死にですね、片手で押さえつけて片手でハンダ付けするというようなやり方で、まあやってますね。はい、まあ、どうにかこうにかですね、一つブルーのハンダ付け、ブルーの発光ダイオード、今つけてますね。はい、つけました。そういう感じで2つのですね、発光ダイオードをつけまして、それをサブ基板の、照明ということになるわけですね。でそこから、配線用の線を取り出すということで、今度は配線用の細い、線をですね、つけているところです。はい、なんとかつきました。今これをつけたのはですね、はい、ホットボンドですね。結局初め瞬間接着剤でつけようとしたんですが、うまくいかなくて、ホットボンドでつけることになりました。どうにかこうにかつきましたね。はい、そしてですね、パネルの、保護マーク、保護シールをようやく剥がしまして、もうすぐ完成です。はい、最後に、つまみ等のネジを、つけまして、外部 最終点検をしまして、ちょっとそうですね、これが照明用の LED と外部、その電源をメイン基板から、接続しているということで、これが最後の作業ということですね。はい、どうにかこうにか完成しました。いうことで、これについては完成したものについてはですね、前回の動画で、いろいろ動作説明をしております。はい、ということで、早速今テストをしているということですね。無事表示されました。前回ですね、この動作に関しては、ご説明しましたので、今回は特に省きます。ということで、なんとかシンセスコープが完成しました。表面実装っていうのはですね、なかなか本当に細かい作業で、取り付きづらいというかですね、やりづらいんですけど、一度やってみると、かなりですね、面白い実は作業だということが分かりました。なんか僕は本当はね、これからなんか表面実装のある キットというか、なんかそういう制作をですね、続けてみたいなというふうに思っています。僕はまだね、自分で回路設計とかはできないんですけども、こういうキットをですね、これからもいろいろ作ってですね、そういった過程を皆さんにお見せしていくということをしていきたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。